安倍元総理の容体は現在のところ不明であり、引き続き確認中であります。政府においては11時45分官邸危機管理センターに官邸対策室を設置をし、この後関係省庁による会議も開催し対応に当たっています。遊説中の総理には直ちに報告を行いました。総理はこの後官邸に緊急に戻られます。また応援演説などで各地にいる閣僚については直ちに東京に戻るよう指示を出しました。いかなる理由であれ今回のような蛮行は許されるものではなく断固非難します。政府としては各種の対応に万全を期してまいります。私からは以上です。松野官房長官の発言でした。政治部徳丸記者と今の発言を振り返ります。今の官房長官の話からも当時の状況がいくつか明らかになりました。